宣言1、安心できる環境を作り、一人一人を大切に保育します。その1、子供は言葉や仕草、全身で思いを伝えてくるよね。子供の思いを温かく受け止めることを繰り返していくと、安心感、信頼感につながるんだって。大切なのは、安心できる場所があって気持ちを受け止めてもらえる人がいることなんだね。その2、子供は一人一人違うよね。大人がありのままを受け止めて見守ってくれていると、安心してじっくり取り組むことができるのかもね。その3、子供は思いを伝え合ったりぶつけ合ったりしながら心も成長していくよ。いろいろ体験ができるように、多様な人と関わる機会も作っているんだね。宣言の内容は横浜市のホームページに載っているから見てね。